隙間時間で源氏物語隙間源氏番外編。こんにちは、紫式部です。このあたりでまたいろんな人たちの年齢と状況を整理しておきましょうかね。まず源氏の君ですが36歳になってます。六条という場所に巨大な邸宅を作って女性たちを住まわせてます。位は太政大臣、臣下の中で一番高い位です。六条の屋敷の南の御殿とか春の御殿と呼ばれるところに住んでるのが紫の上、28歳になってます。北の御殿に住むのが明石の君で27歳、西の御殿とか秋の御殿と呼ばれるところに住んでいるのが秋好むの中宮で27歳、東の御殿に住んでいる花千里は年齢不詳ですけど、夕霧や玉鬘の親代わりをしてくれたりしてるので40歳絡みかもしれませんね。そして源氏の君の息子なのに真面目な堅物の夕霧君は15歳です。ずっと三条の内大臣の屋敷で大宮というおばあちゃんに育てられました。一緒に育った内大臣の娘、雲井の狩ちゃんは16歳。内大臣は42歳ぐらいになってて、その長男である柏木の中将は21歳。東の御殿の離れみたいなところに住んでる玉鬘が22歳。なるほど、柏木の中将が実の妹だと知らなくて焦がれるのも年齢的にうなずけるところです。明石の君の娘で、今は紫の上が育ててる明石の姫君は8歳。源氏の君が絶対公にできない長男の冷泉帝は17歳。もともと源氏の君が暮らしていた二条の屋敷に尼になったうつせみとあの末摘む花が住んでいます。この二人は源氏の君が17歳の頃に付き合った女性なので、源氏の君とあまり年齢が違わないかな。とすると35歳前後かな。源氏の君は玉鬘ちゃん主義とか、秋好むの中宮ちゃん主義とか言ってますけど、手は出せてないので、なんだかんだ言っても落ち着いてきたのかなって感じですね。じわじわと世代交代の雰囲気は出てると思います。そうそう、近江の君も年齢は書かれてないんだけど、幼いとか、あどけないみたいな形容がされてるので、15歳までなってないかもですね。これからは、夕霧君や柏木君、玉鬘ちゃんや雲井の狩ちゃん、明石の姫君なんかがお話の中心になってくるかな、どうかな。ってことで本編を楽しみに。紫式部でした。